登る靴店スーパー G セットフォーアウトドアアドベンチャー。はい、ここからはアウトドアですね。登るさんよろしくお願いします。はい、鶴巻登るです。よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。リーズンね、はい、アースウィンドファイヤー、はい、秋になるとこれかけなきゃいけないみたいな、そういうわけじゃないですか。いや、そうじゃないんですけどもね。まあ、セプテンバーじゃないですか、ね、いい感じでスローダンス、ね、いいですよね。チークダンスいいですね、うん、最高です。素晴らしい声です。台風21号、さっきもね、うん、内海さんちょっと言ってらっしゃいましたけど、うん、関空で5000人取り残されて、どうするんですか、ね、今なんか輸送してる最中、船と、うん、なんか船で船やってますね、うん、はい。大阪はね、なんか 47.4m っていう風速だったんですね。まあ前代未聞みたいな感じだったみたいですよ、まあ、体感したことないだろう、ね、ないですね。そう、飛んでいっちゃう、うん、山のウィンドサーフィンどこじゃない、うん、山のね 2000m オーバーで突風で、やべえっつう時に、うん、まあ、あの台風姿勢通るんですけど、あのピッケルってわかります？はいはいはい、で、あのアイゼンクランポンを足の裏にくっつけて、うんうん、ピッケル持ってピッケルを雪の中にバツッと刺して台風姿勢取って、うん、でも40メーターどうなのかな、まあ、でも人間飛びそうな感じですよ。それでも、でも冬山でもそういうこと結構ありますよね、うん、でもまあ街でだからね、ありえないですね、気をつけてね、まあ、まあね、はい、自然は怖いです ね、はい。して湘南海岸、胸肩頭、うん、面悪しジャンクです。本所は南風がまだ 6-7m 普通に吹いてて、まあジャンクコンディションなん、今日はやんなくていいんじゃないですか、うん、危ないかもね、うん、まあ海も汚いと思うし、水温 26.5 度、まああのやってる人はいるんですけど、まああの高いね、うん、トランクススプリングスーツでいいですよと、うん、まあ明日以降にもうちょっと落ち着いてきたら、うん、まあ風はずっと南風で面が悪い状態続くんですけど、まあちょっと風をかわし、うん、気味なところで、うん、まあオンショアサーフィン、レギュラーサーフィンですね、あの、うん、ハンドパドリングのハンドパドリングノーマルのやつを、うん、まあやられたらどうですかって。面が悪いんで、サップは向いてないですか。面が悪いとね、サップはあんまり向いてないですね、向いてないですか。やらなくてもいいんじゃないかな、うん、まあそういうね、うん、あの時もあるんで、普通のサーフィンもやられたらどうでしょう、うん、そう、なるほどね、うん、サップサーフィンに固執しなくてもいいんじゃないでしょうか、うん、あ、なるほど、はい。あとはあの、うん、先々週かな、あの、うん、行ってきた千葉の亀山湖とかが、あ、はいはい、あの風に強いっていうか、まあ、別にここはサーフィンやるとこじゃないんですけど、あ、はい、まあ、谷間の湖とかなんで、うんうんうん、まあ、ダム湖で、風が吹いててもそんなに影響を受けないで、面が綺麗で、あのサップも焦げるから、いい、ね、うん、まあ、サーフィンやんないけどミニツーリングみたいにやると、うんうん、楽しめるんじゃないでしょうか。なるほど、ね、そう、風の強い時はちょっとそういう遊び方に切り替えるといいんじゃないでしょうかっていう、あ、さ、ね、ウィンドサーフィン、ヨットいいじゃないですか。まあね、いろいろありますけど、ね、そういう感じで、ね、うん、あと、ちょっとチェックしてたら、うん、そう、千葉の、サップサーフィンの大会が、うん、ありまして、うん、今月末の9月22、23で、うん、テッドカップ2018、うん、土日にあの大会があるんですけど、ほうほうほう、テッドサーフショップさんっていって、千葉のやっぱり老舗サーフショップ、うん、白里海岸にあるんですけど、はい、もう古くからサーフィンをやられてて、先代がいて2代目の阿出川淳さんって今オーナーかな、はあ、で、ここ主催で、サップサーフィンの大会がありますよと。で、まあ、あのお店自体は、サーフィン、ウィンドサーフィン、うん、サップサーフィン、カイトサーフィン、最近はフォイルサーフィン、うん、で、まあ、今言ったあの阿出川淳さん、オールマイティープレイヤー、うん、あ、そうなん、うん、パタゴニア の海関係のアンバサダーもやられてて、まあ、僕結構尊敬してますね、うん、僕より年下ですけど、もちろん、あの、まあ、こんだけいろんなもんをこうこなせる人はなかなかいないんで、オールマイティって感じだね、うん、そう今言った、うん、まあ、今バーッと上げましたけど、うん、4つも5つもね、なかなかものになんないですよ、うん、でもね、あの原稿やられてて大会主催しててっていう、うん、まあ、すごいですよね。あ、そう、うん、若いですか。はい、まあ、40前ぐらい、
ちょっと、あの年はね、わかんないんですけどね。横乗り系ですね。うん、すごいと思います。横乗り系ですか。はい。そうですね。で、まあ、あの、サーフ、その、テッドカップ2018は、うん、サップサーフィンの大会で、うん、スペシャルクラス、オープンクラス、うんうんうん、マスタークラス、うん、グランドマスター、うん、ロングボード、フォイルっていう、うん、こう、結構そういう。フォイル？フォイルって何ですか？フォイルっていうのは、サップ、サーフボードの下にフォイルフィンって言ってグライダーの形をしてるフィンがついてて、で波に乗るとそのグライダーのフィンが浮上してくるから、そのサーフボードごとガーンと海面から上に飛び出して滑っていく感じ。前ちょっとそうですそうです、ちょっと動画をねお見せしましたけど、そのフォイルのコンテストもやると。で高速船みたいな、大会場所は千葉三軒屋いすみサーフポイント、これも、サーフィンノーマルサーフィンの方ではもう結構昔からある、うん、サーフポイントで、なんて言ったらいいかな、クラシックポイントみたいな形なんで、うん、じゃあ サップサーフィンお断りみたいな、あそうです、結構そういうポイントなんですけど、まあ、多分阿出川さんの努力で、うんうん、こういうポイントでそのサップの大会もできるようになってきたんで、うん、まあ、こういうところでやれる時あんまりないから、ぜひこういうのもエントリーされたらいかがですかと。僕もエントリーしたいんですけどね、グランド、マスターっていうのが、うん、調べたら57歳以上でエントリーできるっていうくくりがあって、うん、あそうなの、私も還暦ですから、うん、エントリーできるかなとエントリーはできるけど勝てないってまあそういうのもあるんですけどね、まあ、でもまあある程度ね、はい、みんなそうそう、まあでもね、経験値のある方、なかなかねそういうところに出らんないんで、まあこういうのも57歳以上を作るっていうところもすごいですね。そうですね、まあ多分結構業界の人多いんじゃないかな。なるほどね、はい、そうですね、まあこういうのもありますんで、なるほど、うん、まあそうですね、エントリーしてる方に優しい大会、うんうんうん、あとはその自分のところの、ユーザーさん、うんうん、ユーザーエントリーっていうのかな、うんうんうん、自分のところのお客さんが自分のところで買っていただいたサーフボードを使って、はい、ありがとうございます、うん、お話は続いてますね。そういうものも出ます、はい、来週12日はノーゲストです、はい、皆様のメール、ねね、お待ちしてます、また読みたいと思いますので、これに懲りずにまたメールください、よろしくお願いします。待ってます。それではまた来週、バイバイ。お疲れ様でした。お疲れ様。